港区三鷹界隈。この付近は中小企業の電機メーカーや問屋が多いところ。そのうちの一つ、この会社の事務員に大谷さんがいます。今年38歳。家庭的な雰囲気のこの会社は居心地もよく、大谷さんは落ち着いた仕事ぶりで同僚の受けもいいようです。家族は妻と2人の男の子、可愛い坊やたちの笑顔が待っていると思えば、満員の電車も苦にはなりません。何一つ不自由はないと言いたいところですが、ただ一つの不満がありました。それはゆったりと落ち着ける我が家がないこと。今の住まいは品川区のある民間アパート。4畳半一間ではどうにも体のやり場がありません。今の住宅事情では贅沢は言えないと思ってはいますが、公団住宅を申し込んで15回、都営住宅は2回、いつも落選。すっかり諦めムードになっていました。来客があっても落ち着いて座ってもらうところもなく、いつも申し訳ない感じです。今度もダメだろうという気持ちで申し込んだ都営の村山ニュータウン、思いもかけず抽選に当たり、一家がなんとなくそわそわしているところです。